じゃあ皆様、今日はこんなお天気のいい日曜日にお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。多分ですね、15時半からの会は30人近くになるんですけど、この会はこの人数なので、ちょっとこじんまりちょっと皆様のお話も伺いながら、やっていきたいと思います。声って聞こえますか？響きすぎたりとか大丈夫ですか？そんなわけで、今日はアペリティブで3回も喋るというので、うっかりできますって申し上げたんですけれども、昨日なんか夜どうしようと思ってですね、昨日朝からどうしようと思ってたんですけれども、あまりにもアイデアがなかなか出てこないので、ちょっと漫画を読んでしまったりしたんですが、ただちょっとアペリティブに行く前に、その中でちょっとだけフランス語をやってらっしゃる方ってどれくらいいらっしゃいますか？あ、やってらっしゃるんですね。今回そのアペリティフとこのフランスのアールドビールっていう話なんですけれども、全体としてフランス文化というのはかなりアグレッシブに自分たち その文化の形を伝えていこうという、そういうものであるっていうお話と、そこから私たちが何を学べるかということで、行きたいんですけれども、ちょっとねフランス語の方からその文化について入っていきたいなと思うんですが、フランス語ってすごい難しいなと多分思われる方が多いじゃないかと。発音すごい難しいしっていう、でも3つしかないんですけども、3つだけの秘訣があって、それをやるとすごい上手だねって言われる可能性がとても高いです。で、1個目が 95% で、その1個目何かお分かりになりますでしょうか？フランス語を喋ってる時にどんな風なことに気をつけるとすごい上手だねっていうか、それはですね、もしかして私どっかでもうお話ししてるかと思うんですけども、語尾を徹底的に上げるっていうのは、日本語の音楽ってこういう風に上がって下がってっていう風に、虹のようなものをたくさん書くのが綺麗な日本語のイントネーションなんですけれども、フランス語でそれをやると、どんな風に聞こえるかっていうと、ちょっとやってみますね。ジュシーザレオスネナアベクモンペアって、ちょっとなんか暗く聞こえちゃうんです。でなんとなくブツブツも聞こえちゃって、ちょっとあまり上手に聞こえないんです。で、これを全く同じ発音ですよ、全く同じ発音で語尾を上げるだけでどうなるかっていうと、ジュシーザレオスネナアベクモンペアパパパパで、なんとなくすごい上手に聞こえるんです。で、ですので皆さんももしこれからフランス語を始めるとしたら、ぜひこの語尾を上げるっていうのをなさると、特に女性はなんとなく本人もふわふわして見えて、なんか可愛く見えますし、なんかねこう語尾を上げてると気分がアップリフトされて、なんか気分が上がってきます。で、2つ目が相手がいる場合何かっていうと、相手がいる場合にとにかく何でもいいから返すありまして、なんかこれ好きとか言われて、無言ってないですよね。で、返す方法というのがなるべく長い方がよくて、ウィーとかノンだけだと先が続かないの。なのでせめてこれ好きって聞かれたら、うんこれ好きって言われた。そうすると何か向こうももうちょっと何か言ってみようかなって気になるんですけど、うんとかだけだとちょっと次を続けようかなって気分にならない。で、これ今のが1番目が上げるですね、法則で、2番目が返すで、3番目は何かっていうと、もうちょっと余力があったら相手が言ったことをそのまま繰り返すんじゃなくて切り返す。で、それは何かっていうと、これ好きって聞かれたら、うんって言ったら、君はとか、あなたはだから、その場で自分についての話題じゃなかったら、例えば日本はどうとかいう話だったら、フランスはとにかく何でもいいので切り返すと向こうがいっぱい喋ってくれるので、その間にちょっと息がつける。で、そういうわけで 95% 上げるで、残りの 3% 返すで、余力があったら切り返すということをやると、
なんかその場はすごいフランス語的な空間になるんです。でそれはね、なぜかイメージとしてどういう空間かっていうと、ハンカチ落としみたいに、ハンカチが来たらどうしようってちょっとみんなブクブクしながら、来たらすぐに次の人にちょっと回すみたいな。でそれがまあ切り返すの時ね、ことで、そもそも上げてないとですね、一個一個こう落ちちゃう感じで、そのこうローテーションしてくる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 回っているフランス語のコミュニケーションの世界っていうのが成り立たない。でこれからお話しするアペリティフの時間とかアペリティフの世界っていうのは、そういうこうくる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 ファン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 したフランス語的な世界で展開されるとちょっと先にお話をしてみたいな。で、あちなみにもしこれがフランス語を勉強なさろうという方はですね、たった3つの表現でなんとかいろいろ乗り越えられて、それは何かというと、モンジュール、こんにちはというのはお店に入ったりするときに絶対必要で、何かやってもらったり出ていくときにはメッシーありがとうで、3つ目は何かというと、日本語のよろしくお願いしますと同じ言葉なんですけれども、セレブプレイで、例えばちょっとどっか通りたいときですね、誰かここを通してほしいな、ちょっとシルブプレって言うと、すいませんみたいな感じで通してくれで、なんかこれ欲しいなって思った時にこれを差し出してシルブプレって言うと、これが欲しいですねって言ったんです。だからとりあえず、まあ、観光客としてはボンジュールとメッシとシルブプレができれば、フランス語的な、しかも語尾を上げればね、フランス語的な世界に、まあ、堂々と入っていかれるね。で、今申し上げたそのあげるとか返すとか切り返すというのは、どういう世界観かっていうと、これはですね、その場やその時間の価値を高める人が評価されるという世界観なんです。で、まあ、今皆さんここにいらっしゃいますよね。で、ここにいるということで、この場所やこの時間の価値を高めない人はあまり価値がない。でもこの場やこの時間の価値を高められる人は非常に価値の高い人間であるというような、まあ、世界観ですね。で、そんなところで、生まれてきたこのアペリティフなんですけれども、どういうものかというと、まあ、大体夕方の5時から7時ぐらいのお食事前、まあ、大体フランスって8時とか8時半から4時にお友達で集まって、で飲み物とかちょっとした軽いものを、まあ、いただきながら、おしゃべりを楽しむ。で、普通フランスのちゃんとしたディナーっていうのはすごい厳しく席順が決まっていて、大体その男女比とかも、ちゃんと均等になっていて、男女男女っていうふうにこうテーブルになる。テーブルの席順ってすごい重要なポイントなんですけれども、まあ、大会アペリティブは、まあ、ここで今ちょっと外でやってるみたいに、フィンガーフードとかで、まあ、立って飲んだり食べたりするというような。でそこで何がすごく重要かっていうと、おしゃべりですね。でおしゃべりでその場の価値を、何倍にも高めようというのが、まあ、このアペリティブの時間で、フランスではどういう風な時に使われるかというと、これあらゆるオケーションで使われるんですけれども、例えば職場の送別会とか歓迎会ってありますよね。まあ、日本だったら結構その別途お店を取って就業後にみんなが出かけていくと。でもそうすると子育て中の方とか介護の方がいる方とか、ちょっとそういうまとまった時間は取れないっていう方が結構いらっしゃるじゃないですか。なのでフランスだとオフィスでそのまんま誰かが、まあ、ケータリングとかだったり誰かが買ってきた、まあ、ちょっとした本当にちょっとしたものをこういうところに並べて、でそれで食べたり飲んだりして1時間半ぐらいで5時から7時半6時半でじゃあ解散みたいな感じで、送別会の歓迎会も大体そういう感じ。例えば大学で博士論文が通ったみたいな、そういうお祝いのアペリティブだと人数が多少ね前後してもいいですし、何か足りないっていうことがあまりないので、そういうふうにすごいいろんなところに使える。
で、ちょっと3回目の時間に実際にアートで、例えば劇場でとか映画館でとか、まあ、どんな風にアプリケーションが取り上げられているかちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、ちょっと今全体的なアプリケーションの時間ですね。まあ、そういうわけでおしゃべりがすごい重要で、そもそもフランス人はアペリティフって言って、まあ、どういうものを思い浮かべるのかというと、まず南仏なんです。で、南仏でこのパスティス、ちょっとさっきあのねパスティスの会社がの上りが見えたんですけれども、パスティスっていう夏やみのお酒で、これあの水に溶くと白く濁るお酒なんですけれども、これ飲まれたことってありますか？ね、どうでした？まずまずそう、ちょっとね、なんかね、陽明酒みたいな味で、あれ何入ってるんですか？そうね、アニスとか入ってますよね。で、これね、でもね、美味しくないんですけど、これが美味しいと思えるようになるとフランス人みたいな感じで、私もなんか留学した時に何飲むって言って、絶対君は嫌いだけどこういうのもあるんだよって言って、もうそんなこと言ったら飲んでみるじゃないですか。私結構ちょっとアリスが好きで、なんかそれ結構美味しいじゃないって言ったら、すっごい喜ばれるっていう。なんとなくほら、日本人でも外国の人が納豆食べられるっていうと、なんか嬉しいみたいな、豆腐好きとかで、なんとなくいいやつみたいな感じになるじゃないですか。だからもしちょっとフランスの特に南仏の方を誰か、まあ、商談とかで落としたいと思ったら、パスティスを好きになって、まあ、攻め込むというのはちょっと一つあるかなという感じなんですね。で、これあのパスティスっていうのは、今おっしゃあの出てきたように、まあ、アニスとか影響でできたお酒なんですけども、もともとは何の代わりに有名になったお酒かって、これご存知の方いらっしゃいます？このドガの絵って見たこと、なんとなく、ひよこさんありますよね。ご存知ですか？なんとなく見たことある。あれ、村瀬さんね。あ、ひよこさんね、ガラオのご主人になって。あの、これは、ドガというフランスの画家のアクソンというタイトルの絵で、このアクソンっていうのは、これ彼女が飲んでるこの濁ったお酒がそのアクソンっていう酒なんですけども、この当時、すごい流行った、とっても庶民的な、まあ、あの、パスティスみたいなお酒なんですね。で、それには何が入っていたかというと、まあ、こんな粉、これは、で、何が入っていたかというと、ニガヨモギっていうのが入ってたんです。で、すごい流行して、でもアクサン中毒みたいな、まあ、要するにアルコール中毒なんですけども、人がいっぱい出て、まあ、そういう様子がゾラの小説に描かれていたりするんですけども、で、なんかある時、このアクサンに入っている苦い音楽が頭がおかしくなるなんか要素が入っているというふうに言われて、で実は今ではそれはそうじゃなかったということになったんですけども、でも結構長い間だから苦い音楽を大量に取ると、もう大量とでもないんですけども、ちょっとあの精神があの機能がおかしくなるというふうに言われていて、でそれで危ないということでそれが禁止になっちゃうんです。でも人間ってなんとなく慣れた味ってやめられないじゃないですか。でその代わりに出てきたのがあのパスティスっていうですね。ここまで何かご質問とかありますでしょうか。で、その中で、このパスティスを作っている、会社で有名なのが、ペルノとかいうね会社なんですね。でそのパスティスと一緒にどんなものを食べるかというのがこのフランスの本格的なアペリティフの場合、どんなものを食べるか何かご存知のかと思います。ですね、まずこれなんですけれども、これはキサラディエールって言って、玉ねぎのパイ、ちょっとのピザ生地みたいなのの上に玉ねぎのスライスが乗っているだけの時もあるし、上にアンチョビとオリーブが乗っている時もあるんですね。でこれと、あるいはこのタプナーっていうんですけれども、これは黒いオリーブあるいは緑のオリーブをすごい細かく刻んでペースト状にしてパンなんかに入れて食べるというようなで、
で、なんとなくフランス人はアペリティブって言った時に思い浮かべる伝統的な風景っていうと、この南仏でおじさんたちが集まってこのパスタスを飲みながらクサラリエールを食べて、このパタナを食べておしゃべりをずっとしているっていうような風景で、ちなみにフランスで日本のアペリティブって言って売られているのがこのなんかおかきのセットみたいで、これね今やどんな、スーパーマーケットにも売られている、まあもちろん日本製じゃないんですけど、こんな感じのものが、あとね葉っぱエビセンもすごい人気があるので、中華料理屋さんとかに行くとちょっとなんかアペリティブのおつまみっぽく絶対葉っぱエビセンがね。なんかここまでご質問とかありますでしょうか。じゃあちょっとここから、フランスの文化の力みたいなことがちょっとアペリティブに迫ってみたいと思うんですけれども、フランスっていろんなお菓子がありますよね。なんかフランスのお菓子って言ってなんか思いつくのがあります。日本で今すごい人気なんです。マカロン。マカロン、そう、そうなんですよ。このマカロンなんですけれども、大統領の名前で、そうそうそう、これマカロンですけどねそう、そうなんですよ。で、このね、マカロンなんですけどね、実はね、フランス由来じゃないんです。どこの由来かご存知ですか。まあ、ちょっとこれから20分ぐらいお話しすることは、まあ、フランスのお菓子とか食べ物と政略結婚や外交がどれだけ密接な関係があったかというので、今フランスでフランスのお菓子ってなんか食べ物ってすごい大きな顔をしているものが全部外国生まれの王妃様が政略結婚でフランスに来た時に持ってきたものだっていう話なんですよね。で、うちの頃はもちろんフランスを落とすわけではなくて、私同性のフランス文化の言葉を担いでいるわけなので、フランスはどんなものでも取り入れて自分のものにしてしまってすごいな、まあ、日本だってそういうねところがあるので、まあ、マカロンはどこから来たんですか。ウィン、ウィン、そう、あのね、北の方から来てるんですよ。違う、うんうん、イタリア、うんうん、メディチ系、いや、オランダ、ね、じゃあちょっとマカロン後にしますねじゃあ、ね、じゃあマカロン最後にまでもう一回やりましょう。なんとなく皆さん、マリー・アントワネットってルイ16世と結婚したんですけど、マリーは最後の最大の政略結婚と言われていて、とにかくヨーロッパの王家の歴史は政略結婚の歴史なんです。で、ね、結婚するときにはお嫁さんは、まあ、いろんな人を連れてくるんですけども、なんか髪の毛の人とか、一番すごく重要なのは食べ物を作る人。結構やっぱり人間ってまあ、お嫁さんに行くからにはまあ10歳を超えてたりするんですけど、大変それまで食べたものって忘れられないよね。で、僕はそんな、まあ、お父さんともお母さんも会えないみたいなところで、せめて、まあ、精神の安定を保つということで、まあ、自国の文化の食べ物をこう持ち込むというのはすごい重要だったりするようなことがあってですね、このまず、アンディ2世のお妃様だったコトリーヌ・ド・メディシスいるんですけれども、この方は今こうおっしゃったようにイタリアのメディチ家のお妃様 で、メディチ家ってすごいあの大銀行家で、まあ、ルネサンスのいろんな画家や芸術家のパトロンだった人なんですけれども、彼女はアンリ2世のところにこうお嫁に行って、今もちろんアンリ2世にはたくさん愛人がいたりするのが大変なんですけれども、でこの人がフランスにナイフとフォークを持ち込んだというふうに言われていて、それまではフランスは手で食べてたんですよ、王様というのはですね。で、でも当時のそのメディチ家ですね、フィレンツェというのは何だろう、今でいう、ね、どうですかね、もう本当にマンハッタンとパリとシリコンバレーを合わせたみたいな文化の大最先端の地で、でそこからお越し入れになったので、まあ、そういったご飯をね手で食べるなということで、このナイフフォークを持ち込まれたり、あとはですね、どういうものを持ち込まれたかというと、アイスクリームで、結構フランスのアイスクリームって、まあ、ベルチオンと
がすごい有名なメーカーが今でもあるし、であのフランス料理の最後必ずアイスクリームのソルベってのがあるんですけども、これもカテリーヌ・メディシスがイタリアから持ってきて、それまでは、フランスにはアイスクリーム食べるの一緒かなってことですね。でちなみになんかこんなイラストを見つけたんですけども、このカテリーヌ・メディシスがアイスクリームを持ち込んだっていう、ね、で、まあ、他にもね、あのメディシ家からもお姫様が来てるんですけども、ちょっと次はですね、この方でアンヌ・ド・トリッシュって言って三重詩とか四重詩に出てくる人で、あのイギリス人の方に横連合される方ですね。でちょっと王様を裏切って浮気する人なんですけども、ルイ13世のお妃様で、ルイ14世すごく若くして5歳で王様になったので、まあ、長い間彼の摂取をやっていた方 でこの人はどういう出自かというと、スペインのフェリペ3世の
て、よく言われているあのバスティーヌの襲撃の時にですね、民衆は何を求めているのってマリアントネットが聞いて、お付きの人がパンでございますって言ったら、パンがないならお菓子を食べればいいじゃないってね言ったっていう、そのお菓子は実はのブリオッシュで、そのブリオッシュはこのクフロフっていう、ちょっとパンとも言えるしお菓子とも言えるしみたいな、このお菓子から来ているということで、で、あの今いろいろなこう王子様たちが政略結婚でフランスにお越し入れしていろんなお菓子を使えたっていう話をしたんですけれども、まあ、当時ですね、私ちょっとたまたまのマリー・アントワネットの表現を時間をかけて翻訳しているのね、まあ、なんとなくそのマリー・アントワネットについては分かるんですけども、外国からほぼたった一人でそれまで敵国だったようなところに嫁いできて、なんか13歳ぐらいのね、全然その国の言葉も喋ってないし食べ物も全然違うってところに来て、ものすごい心細い。で、しかも王様はやたらとこうあの愛人がいっぱいいて、そのたくさん子供もいたりなんかして、でもカトリックの国だからそういう子供たちは絶対後を継げないので、もうあの出産に対するプレッシャーが半端ないんですよね。で、あの離婚もできないので、あの正式な手続きとかだから、下手したら出産できなかったら殺されるかもしれない、離婚できないから暗殺されるかもしれないというようなあの状況をこの妃様たちは生きていて、で、まあ、あの言われているのが、その結構フランスの王様たちってみんな快楽主義なので美味しいものなんですか、なのでその美味しいものが作れるようなレシピと、そういう人たちがたくさんいればあの王様の心をつなぎ止めることができるんじゃないかっていうような宣言もというか、個人あのお妃様たちのストーリーですね。で、フランス文化全体のストーリーからすると、こんな風に政略結婚という形で入ってきたいろんなものが今や堂々とそのフランスのものとして定着している。で、それはどんなからくりなんだろうというと、やっぱりですね、それはきっちり体系化して伝える努力をしているからなんですね。で、今回この、 あのアペリティフのイベントというのも、これはぜひあの日本も学ぶべきところで、あの何を伝えようとしているかというと、ちょっとこれからその話になるんですけれども、例えばワインとかチーズとかパンみたいなコンテンツじゃないです。コンテンツを編集するコンテキストアペリティブで、コンテキストはものすごく汎用性が高くて、あの輸出しやすい。だからさっきのアペリティブもなんか日本のなんかあられみたいなものがあって、別にあのタムナードとか、キサラディエールみたいな特別な食べ物じゃなくても、そのアペリティブを楽しむっていう習慣であるコンテキストの方だったらいつでも取り入れることができる。でもコンテンツだったらそれがなかったら楽しめないなるので、もちろん日本も準備して、ね、こう向けずにこう居酒屋入れるとかね、なんかこうやってみるとまた違ってくるのかなということで、今お話しした、フランスのお菓子の話はこの、手紙正一先生が書かれたお菓子で辿るフランス史にも分かりやすい、これはあのバナミのジュニア新書なんですけれども、もっともっと今お話ししたことだけじゃなくて、ね、中世からいろんな、お話が書かれていて、この本が優れているのは、今私がこう再三申し上げているように、あの文化はすごい力がある。で、世の中を動かすのは政治とか経済とか政治とか経済とかですね、軍事だけではない。世の中を動かすものすごく大きな力で、しかもかなり一発逆転が効くのが文化力。やっぱ軍事なんてお金かけないと無理なんです。やっぱ1兆円かけたら1兆円の軍費ですし、2兆円かけたら2兆円の軍費です。文化はもうちょっとこの、知恵の使い方で伝わり方と威力が違っている。なので、なんかなんていうんですかね、その文化というものが
悪い意味ではなくて、やっぱり軍事だったり政治だったり、経済と同じぐらいの、まあ、権力ですかね、力だというような意識がずっとこのフランスの歴史にはあったんだよということが発展して、これでちょっと大体半分くらいになったんですけれども、皆様ちょっとここまででご質問とかいかがでしょうか。じゃあちょっと聞いてみようかな。いかがですか、なんかコメントとか質問とか。いや、すごく、私と一緒にその、私と一緒に腰入れした、あれはクロワッサンと同じですよね。ウィーンから来たものっていうね。ほら、ウィーンの人たちが持ってきたもの。もともとはフランスにはああいう感じのパンはなかったみたいですよ。じゃあお隣いかがですか。
だからここでイギリスがすごい有利になっちゃうんですね。これがあまりにも寒いっていうことで、なんかその、このコットンのドレスが大流行した年に何人もインフルエンザで死んじゃったんです。だってパリって北海道と同じ糸なのに、この一年中コットンのドレスなんかで行ったら肺炎で死んじゃうんですけども、ね、危ないっていうことでね、どうしたかというと、カシミヤのショールが流行るんです。でもこれ、まずいことにフランスにとって、このカシミヤというのがまたインドだから、フランス全然関係なくて、あまり関係なくてですね、イギリスが強くなっちゃうんですね。ですごくまずいっていうことで、なんかこれ国を折るものをもう一回頑張らなきゃいけないっていうことで、こうあの手と手をするっていうのがちょっとフランスのファッションの裏歴史なんですよね。まあ、ことほどさようにどんな風にしたら自分たちの国が生み出すものが最終的に一番高い人たちを持って世の中に出ていくかっていうことをすごい考えて、全体的に見てフランスでそうしたらとても素晴らしいですね。コンテンツではないので、コンテンツですね。そう、はい、だって、はい、例えばパリになんであんなにマジリアニとかユトリルとか、そうですよね、ピカソとか、来たかって、誰たちスペイン人だったりイタリア人だったり、パリっていうコンテクストがあるわけです。絵っていうコンテンツがあるわけです。だからもうちょっと最終的にはちょっと次ね、ダンさんの話なんですけれども、やっぱり文化をコンテクストなのですごい空間が大切だし、まあ、時間もあのね、大切だっていう。そしてもう一人言われるとじゃあよくやると思います、あ、じゃあちょっとずれたんですけど、ミーティングを楽しんだ夕飯があるんですよね。そうですそうです。で、そのお菓子がこれで発展したっていうのを、いつのタイミングでみんな食べていて、すごい胃が強い。みんな、まあ、ね、一番簡単な答えは夜ご飯が遅いってありますね。で、まあ、私の専門 のマルセル・ブルースという作家の小説にアペリティが出てこないんですけど、死ぬほどティータイムが出てくるんです、まあ、当時すごくイギリスかぶれでみんな上流階級の人たちが、まあ、いろんな流行があるんですけど、フランスの外国かぶれも当時は何もかもこうアングロマニーとかイギリスっぽいのになってる。だからちょっとみんなティーとか言ってみたりして、ティーの時間があるんです。それティーっていうのが5時から7時じゃないですか。でそこでものすごいたくさんおやつを食べて、で、まあ、10時ぐらいから夜ご飯を食べるっていうのがちょっと当時のね、フランスの上流階級。あ、はい、田代さん。すみません、質問なんですけど、先ほどから屋根、まあ、外国からですね、いろんなお菓子を持ってきたりとか、いろいろやってるっていうのをやってきたんですけど、要はそれを根付かせるためには、要はかまどを作ったりとかね、要するに作る人をちゃんと養ったりとか、材料を揃えたりとかですね、いろいろ、まあ、普通に考えると手間暇かかると思うんですよ。それを、まあ、どういうきっかけ、まあ、美味しいものが好きだったから、それまでになっちゃうかもしれないんですけど、フランスはフランスにそれを、どういうふうに自分たちの国に持ってくるですね、やり方、まあ、フードが、農産物が美味しいから、それも大好きなんですっていう考えもあるかもしれないんですけど、まあ、その辺のちょっと理由っていうのは、その日も、どういうふうにそうなったのか、ちょっと、ひもとくヒントを教えていただければと思います。ぜひね、この本も読んでいただきたいんですけれども、やっぱりそのフランスは先ほど言ったようにコンテキストを作るっていうことにものすごい執着があって、もう食べ物についてもフランス料理っていうのを一つの総合芸術としています。でもこれは日本のね、懐石料理なんかだったりお茶もそうだと思うんですけども、単にお茶を飲むとか単に食べるっていうことじゃなくて、なんかコースということで流れがあるじゃないですか。あれで時間をコントロールしていて、すごいいろんな規則がある、まあ、季節によってだったりその格式によってみたいなことで、ものすごくそのただご飯を食べるっていうことがすごく高度に洗練された社交的なアクティビティ、本当に芸術に近いものにしようという力があって、でちょっと細かいお話は今日はできないんですけども、まあもちろんルイ14世とか16世の時代にもそういう人たちがいて、で今私たちに直接関わる部分でいうと、このオーギュスト・エスコフィエさんという
なんとなくエスコフィエって聞いたことで、ね、料理学校もあるんですけど、この方にちょっと名前覚えてって言ったんですけど、ちょうど20世紀の初って今から100年以上前に近代フランス料理の基礎を作られた方で、たくさんの本も出されたりしてるんですね。でそっちでちょっと重要なのがこのフェルナン・ホアさんという方で、このエスコフィエさんは料理の王様と言われて、このフェルナン・ホアンさんは料理の神様と言われて、この方すごいですよ、夏目漱石みたいに、キラボシのようなお弟子さんがいっぱいいて、ポール・ボキューズだったり、トロワグルだったり、今日本にもお店が残っているような、そういう人たちを輩出して、この方のミスター・ホアンさんです。でその後ちょっと今フランス料理と日本の関わりの話をしていきたいと思うんですけれども、1970年代にさっき出てきたそのポアンさんの、お弟子さんのポール・ボキューズさんとかがヌーベル・キュイジーヌ、でなんとなくヌーベル・キュイジーヌって聞いたことがあると思うんですけれども、それはどういうものかというと、1970年代に辻料理学校の辻さんとかが、こういう人たちをフランスから日本に連れてくるんです。でそこでいろいろ講習会をしたりするんですけども、でフランス日本、もちろん日本のフランスの料理の専門家の人たちも学ぶんですけども、逆に彼らも日本の寿司屋さんとか料亭に初めて行って、あすごいこれなんかかっこいいなと思って持ち帰った、主に盛り付けだったりする部分を取り入れたのがこのヌーベル・キュイジーヌ でさらに1980年、これ大体70年代なんですけども、80年代になると、皆さんも名前知ってるようなロブションさんとかアラン・デュパスさんという人たちがキュイジーヌモデルの、ね、近代的な料理というので、お料理のタイプとしてはちょっと古典回帰という伝統的なフランスの料理でも、技法は新しいものを取り入れる、でその新しい技法にちょっと日本的なものが入っています。でさらに、2000年代以降になるとですね、バゼンコのフランス化で日本の食材が注目されるようになるんですね。で例えばこれわさび特集号だったりするんですけれども、今フランスの星のついているレストランの厨房に行くと必ず醤油、わさび、生姜、なんかみりんみたいな、まだ10本ぐらい置いてあるんです。でなんか平気で、私なんか去年の3月にですね、日本の、料亭の方の料理人の方のフランス人の主婦の方たちへの講習っていうのを私も見学したんですけど、なんかもう平気でうまみとかものすごい高度なディスカッションが交わされていて、全然ねレベルが、学んでいるレベルが違うというね、そういう感じで、さらに日本だってコンテンツじゃなくてコンテキストをちゃんと世界に発信してるんだぞっていう例がですね、何かというとですね、このカウンターというので、これロブションさんなんですけれども、ロブションさんは日本に来てなんかお寿司とかお蕎麦とか食べて、カウンター超楽しいで、なんかね、そこでお料理作ってくれて、ここでディスカッションしながら食べられるってすごい楽しくない。今までフランス料理ってそういうの来た人たちはディスカッションするんですけども、作る人とディスカッションするっていう文化はなかったんです。でも彼らにとってはものすごい画期的な、これはもう目から喜ぶ。でやっぱり作ってるものをその場でどうやって作られるかを見ると想像力も湧くし、食べるということがさっきフランス料理がフランス人がフランス料理をしたのとは違う形で総合芸術になるし、コミュニケーションの道具になるんですね。やっぱり日本人はどっちかっていうと1対1みたいな、ちょっとあんまりこうみんなであっちとも喋ってこっちとも喋ってみたいな、あんまりちょっと本質的に多分ね、こういう言葉のイントネーションの国なのであまりもしかしたら合わないかもしれない。でロブションさんという方はそれにすごいこう刺激を受けて、ちょっと自分もぜひそういう店を出したいなと思って、こういうカウンターを出してで、このお話についてはですね、これも私もこの方たち、池上先生は私の恩師なんですけども、この方は全く存じ上げないんですけども、このカウンターから日本が見えるという本がすごく面白くて、
って、でこれはあの実は日本でもカウンターで食べて、しかも向こうで調理してやって、そんなに昔の話じゃない。実はあの明治時代があって、確かにあの江戸時代のお蕎麦屋さんとかお寿司屋さんとか、あれファストフードの料亭レベルのお料理をそこで作ってたんですよ。本当に並べて、切って並べるとかですね。でそういう本格的なお料理をカウンターで出すというのが、どういう歴史を持っているのかっていうのが、に書かれているんですね。ですごい面白くって、あのカウンターが好きな人とテーブル席が好きな人の分析とかもあって、ちなみにカウンターが好きな人は、ちょっと知的好奇心が高くて、ちょっとこう会話を楽しみたいと、そのプロとって。で、テーブル席が好きな人は、どちらかっていうと、自分が一緒に来た人と盛り上がりたい、ちょっと内向き。で、カウンターが好きな人は、ちょっと社交的というか、外の人と盛り上がりたい。で、もう一つ、日本の食文化のコンテキストで、フランスですごく今、フランスの食文化を変えてると言ってもいいぐらいになってるのがあります。ラーメンもね、すごい人気あるんですけど、それまだコンテンツなんです。懐石もあるんです。それはね、もうちょっと前からあって、今ね、ものすごく庶民的なもので、でもそれに近い。出前なの。でもだんだん近い。そうなんです。でも、お弁当で、今これ、これなんかネオ弁当っていうパリにあるレストランなんですけども、これなんかスパゲッティとかミートボールみたいなものが乗ったお弁当が出ていて、で、お弁当って言ってるんですけども、で、で今、ボンマルシとかギャラリー・ラファイエットみたいな、日本で言ったらエステタンとか三越のようなデパートの地下の食品売り場と弁当って乗られていてですね、でもちろんご飯とかも入ってなくて、ちょっとこうしたものが入ってるんですけども、これは間違いなく、コンテキストがフランスですごく受けていて、今ちょっと日本っぽいお弁当箱がすごく売れてるんですって。日本のものを売っているパリのお店で、そこにちょっとご飯とか炊いてみて、ちょっとキャラ弁とか作るフランス人もいるっていうのね。でこれはちょっと私もフランスで長く留学してたんですけども、それまでフランスの方々の持ってくるお昼って、ものすごくプリミティブで、なんかリンゴとパンとか、そうなんか中に何か入ってるままでしもいいんですけど、なんか本当にリンゴとパンみたいな、それでなんかお昼みたいなですね、なんかその凝ったお弁当みたいなものをお昼に持ってくるとか、あまりそのテイクアウトでもこういう凝ったものっていうのもあまりなんか、結構いろんなものがちょっとずつ入ってきて、でこれはもっと頑張ってもいい。じゃあここまででちょっとご質問とかありますか。じゃあどうでしょうか。アペリティフというかコミュニケーションをメインで、そうですそうです、楽しんでいます、向こうの方ってどんな形の、コミュニケーション、会話の内容、会話の内容ってどういうのが多いんですか。まあ一般的に言われているのは政治を避けるとかなんですけども、まあいろんなその社会階層とかにもよるんです。だ今日ね、日曜日の夕お昼にこんなところに来ている人たちの友達のような人たちは、今見て最近見て面白かった映画の話とか、最近見て面白かった展覧会の楽しみたいのだと、誰でも見てない人も見てたら見てる人も楽しめるしっていうような見せ方です。結構長いですよ、2時間フルフル使います。そうなんですよ、5時から7時とかでね、ぴったり。私の上司、今フランス人なんですけど、会社で3人いて、毎朝の1時半から9時までがカフェタイムに、あと同じ人でずっといつも1日も欠かさず喋ってるからすごいなそうね、でも結構大学とかでもそうみたいですよ。だからね、同じ人で一番集まってね、ちょっと走ったりとかする、お話好き、でもほら、そのテーマだったらいつでもできるじゃないですか。いつも新しい映画があるし、いつも新しい本が出てるし、ね、新しい展覧会と言われて、で例えば私が留学していた時に、月に1回土曜日の午後に夕方にアペリティブをするカップルの友達がいたんです。で5時集合みたいな。
で7時半解散で、すごい話が弾んだ人たちはそこからほんまにご飯を食べに行く。だから早く帰って仕事したらかったり、明日早いみたいな人は帰ってもいいし、まあ、そもっと話したりないって人はご飯を食べに行ってさらに話するで、まだアメリティフの色はですね、ちょっとあの3回目のところに残しておこうかなと思うんですけども軽いっていう、これこそすごくあの現代的だと思うんですよ。やっぱこう飲みに行くって最近そもそも飲めない人も多いから、飲める人と飲めない人ってすごいちょっとあのなんていうんですかね、テンション変わってきちゃいますし、ご飯も結構制限してる方もね、ご飲みもらっていろいろあるじゃないですか。でもまあアペリティブの場合、一応潤滑剤として飲み物とか食べ物置いてあるんですけども、必ずしもそれに手を触れなくても、そのコミュニケーションがメインなので残したら失礼とかないんですよ。でもまあフランスで誰かのお宅にお招きされたり、レストランでもお招きされて残すってよっぽどまずくないと残してるんです。それはものすごくまずいよっていうことをお店に伝えるために残すとか、その家の人に伝えるとか、あんまり伝える意味ないじゃないですか、まずね。なので頑張って食べなきゃいけないんです。そうすると結構重かったりするので、すごく軽いし、あといろんなものにまあくっつくね。さっきあの会社の送別会とか歓迎会というのをおっしゃったんですけども、例えばオペラ見る前にちょっとアペリティブしてみんなで見るとか、映画見に行く前にちょっとアペリティブして映画見に行くで、行ってしまえば別に食べ物とか飲み物なくてもいいっていうね。なんかちょっと映画見に行く前にね、あのなんか友達と2人でちょっとコンビニで缶ビール買って、なんかナッツかなんか買って公園のベンチで食べてアペリティフということにしてもいいし、別になんかね、時間のことなので、まあ例えばね、こういうのあるんですけど、このコンセアペリティフとかアペリティフコンサートとか最近あるんですけども、それは別にここでね、必ずしも飲み物を飲んだり食べたりするんじゃないですか。このコンサート自体がアペリティフの時間帯なんです。5時から6時で、アペリティフのようにコンサートを楽しんだ後晩ご飯食べに行ってください。普通なんかフランスだと大抵そのコンサートとか感激って8時から10時ぐらいなので、その後とお夜食になっちゃうし、その前でちょっと早すぎるっていうような感じで、あんまりちょっとそのしっかりご飯を食べられない。だからまずここでコンサートをアペリティフとして楽しんでご飯を食べるっていう、逆の、もうもはやご飯や飲み物がないアペリティフという形もあるんですね。なんかコメントとかご質問とかいかがでしょうか。あのね、ちょっと副題から離れて、少し離れたんですけどね、カフェ文化ってちょっとありますでしょ。もともとウィーンのカフェ文化もありますよね。それでパリのカフェ文化と歴史とかね、あるいはその話す内容、政治とかね、芸術とか文化、階層によってね、ちょっと違ったりとか、そういうことにもちょっと興味あるんですよ。それとあと料理が総合芸術であるっていう、そういうのもちょっと面白いなと思って聞いてみたいなと思ったら、ぜひじゃあちょっとまた他の時にそうですね、それ興味あるそうですね、やっぱりでもファッションさんも来てたからね。だからね、テーマの選択が重要ですね、おしゃべり、コミュニケーションね。やっぱりね、やっぱり宗教的なこととか、結構ね、今や非常にセンシティブな時代になっているので、だからやっぱり映画の話とかね、だからいいんですよ、文化っていうのは。とりあえず相手がどういう人かを、まずは時代を踏まずに聞くことができるっていう。それとね、僕初めてここに来たんですけども、やっぱフランスってそういうね、文化の、なんていうのかな、力っていうかね、よく知ってて、それを例えばフランスの、ね、ライフスタイル全世界に、ね、発信してるっていうね、浸透したしてるっていう、やっぱりアメリカはね、軍事とか経済で大きいっていうそんな予算ないから、まあ、そこはできないっていうのもあるんだけど、やっぱり最終的に文化の力って大きいしね、長期的に見ると、それは歴史を動かしていくんじゃないかっていう発想のもとにね、なんか動いてる感じ。そうなんですよ、ね、でもね、アメリカにもね、そういうふうに考えた人がいて、それはね、みんなが認めてる人、それ誰かっていうとですね、今ちょうど映画やっているジャッキー・ケネディとご主人のジョン・F・ケネディが、彼らは
あんまりそんなに政治的バックグラウンドもないし、実力もないのに、なんであんなに影響力を持ったのかっていうと、文化の力を使ったんです。ちょっとこれはまたね、もう一回ぐらいできる話になっちゃう。ちょっとこれはもちろん専門なので、でもこのジャッキーがフランス系なんですよね。で、フランスにも留学していて、で、彼女ほど歴代のファーストレディの中で文化の力っていうことを知っていて、これが本当に政治力にもなるし、夫の政権の安定にも役立つっていうことを本当によく知っていただいて、で、どういうことをやったかというと、まずこれホワイトハウスの改装なんですけども、それまでホワイトハウスってなんかその時のファーストレディがあんまり戦略もなく、なんとなく自分の好きなものを持ってきて、で、なんとなく置いて帰るみたいで、もうごち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 で、なんか何を言いたいのかよくわからない内装なんです。で、この歴史好きのジャッキーとしてはこれ非常に嘆かわしいと。ホワイトハウスというのはアメリカの象徴なんだから、アメリカの歴史を象徴するような内装にしなきゃいけない。だから全部全特化した。で、今それをやってるところなんですけども、その歴史をちゃんと建物が語るような内装にしようっていうので、まあ、今でいうクラウドファンディングみたいなファンディングもして、で、次もう一つはですね、このパーティー、ジャッキーほど文化的なパーティーをわずか2年半の間なんですけども、やった人はいなくて、で、普通の大統領とかファーストレディーがそれまでに催すパーティーっていうのは、なんか財界の方だったり、政界の方だったり、まあ文人、物理系の方だったり、彼女はそこにたくさん文化人を混ぜる。そうすると、もちろんその財界の人と政財界の人もいるんですけれども、ちょっと違うトーンになって、またの本音もそういう人たちがやっていたりとか、ね、これはですね、非常にレベルが高かった。それこそフランス的に会話のレベルも高かったということで、評価されていて、で、まあ、このね、ケネディ、まあ、ジャッキーはともかくケネディはものすごい器用方法が今や非常にネガティブな文が、ね、19歳の時に手を出したりとかね、もうとんでもないことがいろいろ出てきてるんですけども、でも軍事的にも結構とんでもなかったりするんですけども、でも彼の政権ですごく評価されているっていうのはその部分で、文化が力になるんだということを初めてアメリカ人に知らしめた。で、なんとなくちょっとジャッキーで終わると知られなんですけど、ちなみに私軽井沢にある清掃現代美術館というところに理事をやっていて、でそこで おととしぐらいに信濃鉄道っていう軽井沢から長野をつないでいる鉄道があって、そこに若い社長さんがいらして、で、なんか信濃鉄道6本っていう観光列車が可愛いんですよ、これさ、ね、素敵ですよね。で、なんかちょっと相談を受けて、お昼の会にはすごい人がいっぱい来る、すぐに満員になる。でも、列車って車庫に持たなきゃいけないから、もう一回向こうに行かなきゃいけない。で、その最後の会が夕方の5時で、これが夕方の5時だから、ちょっとご飯には早いから、人が来ない。で、ご飯には早いから出さないので、そうすると、ただちょっと声の程度ちょっと寂しいみたいなのが素敵なんですよね。ということを言われて、したらちょっと私としてはですね、それはすごくいいアイデアがあります、すごくいいアイデアがあって、それはアペリティフというもので、それはアペリティフ号にしたらいかがでしょうというふうに申し上げたら、今年の4月からその5時台の軽井沢から長野に行く列車がアペリティフ号になって、で、その5時から、まあ、仕事は飲むんですけど、1時間半ぐらいかけて向こうに着いたら、まあ、お年を召した方はそのまま寝てもいいし、若い方で元気があればご飯食べに行くとか2回目に行くとかでもいいなっていうね、そういうあれなんですよね。で、ちょっとそれを最後に話しようかが出る、お食事付きプランというのがあるんですけれども、今お話ししたのはこの
ワインコラムっていうのでやたらたくさんあのワインを飲むというそういうことです。じゃあちょっと時間になりましたので今日はありがとうございました。